試合プロ格闘技ルール20分1本試合始めさせていただきたいと思います。
食らったんですけど、なんか彼は31日にウグイス谷の、田尾さん一等工業、そこであの DDT のイブセ君と
石川くとぎ路線でやるそうです。彼もあの覆面を脱げばあのボクシングの、日本新人王第3位でしたっけ。まあ井瀬君も K2 のチャンピオンでしたんでいい試合になると思います。この綺麗なマネージャーマスクを取るとさらに美しいんですが、なかなかお目にかかることができません。握手会ないですか。握手会、あ、じゃ あ, あ, じゃあぜひあの先日も清水の静岡県清水で、全日本の小島選手に毒切りを吹きかけて、トースポの一面を飾りました。今度もカスカルなんか、あ、カスカルなんか、福井さんで何かやってくれると思いますんで、あと忘れてました、私もあのタイトルマッチ、アメリカスインデヘビー級なんとかなんとかっていうイベント調整しますんで、あ、思い出がない。いや、一応マスカラスが持ってまして、それだけ。今日は。今日はこのあの非売品になってます、7月31日のポスター欲しい人、欲しい人手を挙げてください。ありがとう。もらったっていうことはあの5人くらい連れてぜひお願いします。やべえ、じゃあ今日もありがとうございました。次のですね、第3試合、三州隆選手対座高鉄のルールについてご説明をします。2分5ラウンド、フリーノックダウン、ロープエスケープあり、完全ルール、完全決着ルールを採用しております。ご声援の方よろしくお願いします。いいよ、前に入れちゃダメだよね。それでは第3試合始めさせていただきたいと思います。三州隆選手入場です。
Oh, yeah.
休んでる。私は絶対決まらないよ。